二つの伝説は、フランツ・リストが作曲したピアノ曲あるいは、還元楽曲。1861年から1863年にかけて、ローマで作曲された。リストがバイマルからローマに移り住んだこの時期は、リストの信仰が深まっていく時期でもあり、オラトリオ、聖エリーザベトの伝説をはじめとする多数の宗教曲が書かれ、1865年には創籍に、 入っているこの作品も、キリスト教に題材を取ったもので、ローマで新郎を味わっていたリストが、聖人の固い信仰心に感銘を受け、アッシジのフランチェスコとパオラのフランチェスコという二人の、聖人にまつわる伝説をおとかしたものである。公開書演は1865年8月29日に、リスト自身の独創でペシュトにおいて行われた。第一曲は65年。 第2曲は1866年に出版され、娘小島本ビューローに検定された。楽譜にはそれぞれ、長大な表題がリストによって書き添えられている。還元楽版の自筆奏譜が1975年に、リストの弟子、アウグスト・ゲーレリヒの蔵書の中から発見され、1984年に出版された。ピアノ版とは、同時期に成立しており、どちらが、 原曲であるかには争いがある。二曲ともにピアノ版との構成の相違はほぼない。アッシジの聖フランチェスコは弦楽と木管楽器、ハープのみで奏され、フルートとコーラングレが特に活用される。パオラの聖フランチェスコには金管楽器群と打楽器も加わる。フルート3、オーボエ2、イングリッシュホルン、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、 トロンボーンさん、チューバ、ティンパニ、シンバル、ハープ、言語部約18分。ありがとうございます。